ビクトール・クドリャフセェフで振り付けを学習することから始めた。14歳で、モスクワのボリショイ劇場のバレエ学校へ推薦されるも、量もなくモスクワの親戚を頼ることもできず、トゥーラに帰らざるを得なかった。16歳で、フィギュアスケートを始めたクドリャフセェフは、やがて集団レッスンで才能を発揮し、数年後に、 ロシア国内ジュニア選手権3位となり1956年、コルティナダンペッツオオリンピック代表候補となる。1960年に、ロシア国立体育、スポーツ、青年、観光大学卒業後から22歳で、コーチ活動を始めた。コーチ活動としては、そこおリに木のリンクから始めて、ルジニキクリスタルを経て、最終的に、モスクワのモスクビッチに拠点を定めた。 2010年には、コーチの第一線を退いたが、ロシアナショナルチームのコンサルタントは続けている。コーチ活動を開始してからは、数多くのフィギュアスケート選手を育て、指導した選手の中では1975年世界選手権に、セルゲイ・ボルコフが優勝し、旧ソ連の選手としては、初優勝であった。その後は、数多くの選手が、世界選手権、 ヨーロッパ選手権の表彰台に乗っている2000年以降はモスクビッチにてシニアコーチをしている。2011年からロシア国内チームのコンサルタントを務めている。かつて主導したマリーナ・チトウワと結婚し、彼女もフィギュアスケートコーチである。ありがとうございます。